来ました、シューマイ、シューマイ来た、激辛シューマイ、パカッと開けて、うわ、真っ赤か、真っ赤かよ。はい、前田秋坊でございます。ということで本日もやってきましたね。この2人がおるということはどこに来たんですか？東向こう駅です。東向こう駅に来ました。またまた激辛商店街巡りね。今日もまた周りだけ回ってみよう。激辛大好きな女子がいてるんでね、早速行ってきます。行ってきます。ちょうどね、駅のホームを反対側に出てきたところで、あ、これ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 ほらほら、ここ、これや、これ。ということで、ちょっとこの3人で行ってみよう。本日注文したのはこれ、これマーラー味噌風ラーメンか。それとこの店内にさ、これがあって激辛のペアセット。このペアセットというのがなんやねん言うたら、新特辛ごま黒麺、これとでシューマイが2個セットになってて、激辛スパイスがついたやつがペアセットのがあったから、次また巡らなあかんからそれを注文しました。やってきましたね、マーラー味噌。こんな感じ、めちゃくちゃ辛そうだこれ。めちゃめちゃええ風味やね。めっちゃ美味しそうです。早速ちょっとシェアしていただきますわ。そうこうしてる間にまた来た。これこれこれ、特辛ごま黒麺、特辛ごま黒麺がこれでございます。いただきます。辛い粉になります。かなり辛いかな、はい、これ。これ何ですの？これ唐辛子のエキスをキュッとこう、唐辛子のエキス。全然辛そうじゃないんやけど、辛いんやな。色はね、黄色。うん、ではではいただこう。あ、めっちゃええ風味。こっちの方が多分黒麺の方が辛さが増し、黒麺みたいですね。見えます？ほら、美味しそう。わー、黒い麺が入ってるの？麺は多分、わ、黒いな。黒い、黒すごい。うわ、めちゃくちゃうまそうやね、それ。肉味噌、肉味噌ですね。ではでは、いただいてください、いただいてください、はい、うわ、なんかドロッとしてるって。あ、でも麺黒くないです。スープが黒い。あ、そうなの。黒いスープって初めてです。黒いスープね、美味しい、ね、初めてです。スープがすごいです。ちょっとドロッとしてるね。ドロッとしてますね。ごまですね。ごまの風味してるもん。美味しそう。なんかそのとろみが美味しそうやわね。ごぼうと炒めたフライドオニオン。うん、フライドオニオン乗ってます。これです。カシューナッツの食感も楽しいって。え、ナッツ入ってるの？絶対美味しいです。一品で、いただきます。辛い。黒いな、トロトロしてる。うん、すごいです。うん、あんま辛くなさそうやね。ピリ辛ですね。ピリ辛、うん。あ、でも結構後に残る辛さです。入れた瞬間、あ、ピリ辛やなと思って食べてるうちにピリピリピリっていく感じ。ではでは、じゃあいただきます。辛さの女王、はい、すごいゴマの匂いする、うん。あれ、辛いかな、ひょっとして。うま辛です、めっちゃ。はい、美味しいです。全然美味しい。うわー、美味しそう。でも全然激辛いう感じはせえへん。普通に美味しいです。ではでは、私、いっときましょう。うん、これ、いただきます。ほんまやね、ちょっとピリ辛やね。ピリ辛です。激辛というよりもピリ辛いとかね。このなんか、とろみが、なんとも言えんな。ごまの風味というか、ピーナッツ風味というか、うん、ナッツが入ってるんで、ね、うん、濃厚ですがね。おだしがね、見てよ、こんなんやね、トロ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 、ちょっとスープ、うん、すごい麺に絡んでます。なんかちょっとパスタ寄りな感じ、うん、スープパスタ。そう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 スープパスタ的な感じ。これは辛さの唐辛子パウダー、うん、なんかのパウダー。これ辛いから気ぃつけてねって言われたやつ。これをちょっと、うん、こう入れたら入れて、ちょっと、ちょっと中毒性あるかも。でも食べやすい辛さやね。これ激辛のパウダーちょっとまぶしたやつ、これ。うん、うん、まあまあちょっと辛なったかな。
初めてな感じですね、この、うん、こういう形のラーメン食べるの、うんうん、うまい。ではでは早速次入れ替えますか。これとこれを入れ替えて、見た目はこっちの方が辛そうやね。うわお野菜がいっぱい入ってるのいいですね、うん、きのこも入ってて、キャベツと、ね、うん、豆腐ですね。あ、豆腐入ってるんや、うん、まあ、そうそうそう、あ、しめじ、きのこ、あ、ほんまやね、野菜、美味しそう。麺は細めですね。あ、麺わかります？細麺です。いいですね、細麺、ほんまラーメンっていう感じだね、うん、そうですね。女子好きそうですよね、うん、こんだけお野菜あったら。こっちの方が辛いはずです。1日10食限定って書いてましたよ、ね、1日10食限定やって。あー、美味しそうな麺。スープはスープやっぱちょっと色がね、辛そうです。辛そう、いってください。いってきます。うん、こっちの方が辛いです。辛い辛い辛いでもまだいける辛さですよ。激辛好きやったら全然大丈夫だから。辛さ強いお二人やもんね。全然汗もかけへん二人や。今日は秋元さんが汗かくまでね。今は大丈夫ですね、秋元さん。こっちがやっぱラーメンっぽい。ラーメンっぽいです。麻婆豆腐の要素あります？でもあれやね、豆腐入ってると変わってるよね、うん、めちゃめちゃ美味しそうな光景やね。味噌ラーメンですね。麻辣味噌風ラーメンって書いてある、うんうん、って感じ。美味しいです。来ました、シューマイ。シューマイ、激辛シューマイ。激辛シューマイパカッと開けて、うわ、真っ赤か、わー真っ赤かよ。この辛さ、もう一つ好きな麺多いね、これめっちゃ多いです、うん、なんか、ボリュームがすごい。麺が仲良し、小良ししてるよね。そう、早く離れてくれ。よいしょ。こんなもんで、とりあえずお野菜もいただきます。すごい、スープが濃いね、見た感じ濃いです。いただきます。美味しい、うん、美味しい、美味しい、美味しいです。なんか麻婆豆腐好きなんで。はい、秋葉さん、しっかり食レポお願いします。全然、うま辛ですね、うん、いい感じ。うん、全然いい感じです。これで辛さを調整。入れてあげて、入れてあげて、たっぷり。じゃあ、ちょっと入れてあげて、このぐらいちょっと入れて、これをいただくと、でもちょっと辛くなったような感じすんねんけどな。唐辛子が凝縮されたパウダー。唐辛子凝縮パウダー、ちょっとって感じですね。ちょっと辛い。はい、でもまだ全然うま辛って感じです。あ、これ麺多いわ。めっちゃ多いんですよ。これめっちゃうまそうやな、これ。ええー、感じやわ、これ。ではでは、ええー、感じでいっときましょう。スープだ。いってらっしゃい。あ、でも辛いっていうよりは野菜の旨味が出てる。そうですね、旨味と甘みがめっちゃうまいと。麺、麺いっときます。あ、麺食べたらちょっとやっぱピリ辛い感じやな。さっきのごま風味やったから甘かったけど、こっちがピリ辛やわ。食べられへん辛さじゃ全然ないわ、うん、辛いのが好きな人やったら全然、ね、全然余裕やと思います。苦手な人やったら辛く感じるかな、うん、そうやね、辛さ弱い人やったらあらんけど。そうですね、ほんま、うん、普通にうまい。でもなんか私個人的にこっち好きです。私も好き。これ押したい。女子好きですよね、うん、絶対。絶対好き。男の人やったらこっちかもしれないですけど。うん。ごまがたまらない。美味しい。本当にごまが。秋元さんどっち好きですよ。あ、でもこっち好きかな。あ、好きです。うん。こっちはおすすめです。絶対気に入ると思います。多分他の店では食べれない味。あ、これ味噌のやつ。うん、こっち側はラーメンにちょっとアレンジしたような感じだけど、一番最初に食べたやつね、中華っていうよりもちょっと。和食をアレンジしたような感じ、うんうん、美味しいです、めっちゃ。で、この粉を入れて次食べます。2杯ぐらい、うん、だんだん辛くなってきた。その黒いのが美味しそうやな。本当にごま風味が、いっちゃって、いっちゃって、超濃厚です。いっちゃっちゃいます。さすが女子やな、お上品な食べ方やわ。あ、辛なりました。辛なった。辛なった。個人的にはこれは推しです。推し。あ、でも私もこっちに粉入れましたけど、うん、こっちの方が粉とも好きでした。相性抜群。もうほんまに辛いの好きな人やったらガンガン入れたらめっちゃ辛なる。どのぐらいやろな、それ丸々入れてもだ。やばいやばい、丸々はやばい。でもほんまちょっとピリピリするね。そうですね、なんか時間を置くごとにピリピリと、うん、後引く辛さです、ね、するする。でもうま辛、美味しいからですかね。めっちゃごまの方がめっちゃごまの方がなくなってしまった。あ、辛い、舌がピリピリする。この麺にこの辛いやつ、唐辛子をちょっとこう1杯、2杯か3杯ぐらい入れてみようか。3杯ぐらい入れてみようか。3杯ぐらい入れてこの混ぜて、これでいっとこう。匂いがちょっとしてきた。辛い、美味しい。
鼻出ますけどね。めっちゃ鼻出ます。あ、やっぱ粉辛いわ。粉がええ感じ。この色は全然辛そうな色ちゃうねこれ。ほんまきな粉辛いよね。いいんじゃないけど、ほんまにこれ結構辛いわ。あ、でも、うん、2つとも完食ですね。完食で、完食です。まだシュウマイおるで。え、あ、忘れてた。切っちゃって切っちゃって。すごい色、すごい、すげえ濃厚な色やな。すごい、中も赤い。そう、多分中も赤い。ではでは、なんか今頃口の中赤な、あの、痛なっていた。そう、痛いです今。シュウマイ、激辛シュウマイいただきまする。今ピリピリしてます。ピリピリしてる。どうですかシュウマイ。あ、これの方が辛い。いただきます。いってくれ。はい、いただきます。って言って。あ、うん、もう辛い。辛いや。うん、うん、これ一番辛いもん。全然また味もちゃう、うん、物おじもせえへん。辛くない。おかしいんちゃうかこれ。うん、周りの多分粉が辛い。中よりもこれ一番辛いわ。わだびし、粉がちょっと当たらなかったのかもしれない。当たるよ。粉出て、もう一個、もう一個いって、もう一個いって、ちょっと待ってくださいね。あ、でも粉が今回はこうちゃんとかかってるんで。いってください、いってください。いただきます。辛くないみたいです。あら、辛くない。辛くないみたいです。あんまり。あら、やっぱりあきほちゃんおかしいわ。個人差。いただきます。鼻は出てしまう。野菜だけやと全然辛くないです。甘いよね。甘みが、うん、美味しい。野菜ラーメンみたいな感じね。豆腐、キャベツ、しめじ、えのき。でも豆腐入ったラーメンって珍しいよね。珍しいです。美味しかった。本当にうまい。完食。完食。美味しい。美味しかった。ほんまでもこれあれやね、このパウダーは効くね。うん、効きます。あ、あきぼうさん汗が汗が出てきますよ。の美味しくいただけて、うん、あんまりこの粉は振りすぎないようにね。これほんまちょっと絡まってくる。今口の中ヒリヒリヒリだもん。多分3杯目注意です。3杯目注意。3杯注意。3杯目がすごいね。すごい。皆様ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。本日はこちらの麺どころ楠木さんにお邪魔して食べて飲んでました。どうでした。いや、美味しかった。美味しかった。特に黒ごまのやつ。黒ごま好きやね。めっちゃ好きです。女子に大人気黒ごま。あのドロッとしたやつな。あれだけやったら全然辛くない。全然辛くないけど、ピリ辛。ピリ辛です。あの、だから激辛好きにはちょっと物足らね。粉入れましょう。でもあの謎の黄色い粉、あれほんまちょっと入れすぎたら気ぃつけや。硬いから。本当に3杯目ぐらいから気ぃつけてください。なんほんま口の中ヒリヒリするから。今日もあの、あきほちゃん汗かきませんでしたわ。全然美味しくラーメンいただけるよね。めっちゃ美味しかったです。ほんま駅前やし、またこの東目駅来た際にはこの楠木さんお立ち寄りしてみてはいかがでしょうか。次の激辛の店行ってくるんで、よかったら、はい、さよなら、バイバーイ。